1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？7月15日、中元。もともと中元は半年生存の無事を祝い、祖先の霊を供養するための古来よりある風習の一つでした。また三元と呼ばれる上元、中元、下元のうちの一つでもあり、江戸時代頃から半年生存の無事を祝して日頃お世話になっている人へ贈り物をするようになったとされています。宝塚昇華隊、現在の宝塚歌劇団が設立。現在の阪急電鉄の源流となる箕面有馬電気軌道創始者の小林一三が、当時兵庫県宝塚市にあった温泉場の余興の一つとして少女たちが歌を歌う趣向を設けたのが始まりで、1913年7月15日に組織されたのが宝塚昇華隊でした。少女たちの歌はとても評判が良く、歌に加えて劇を披露し始めると、その評判は徐々に全国に広がっていきました。昇華隊も劇団として組織化され、以後再編とともに規模もどんどん拡大していくことに。さらには劇団が私立学校化して認可されたことで、宝塚歌劇団に改称され、より大きな飛躍を遂げていくこととなりました。ファミコンが発売開始。1983年7月15日、任天堂から家庭用ゲーム機ファミリーコンピューター、通称ファミコンが発売されました。当初本機と同時に発売されたカセットは、ドンキーコング、ドンキーコングジュニア、ポパイの3本だけでしたが、ゲームセンターや一部の喫茶店でしか遊べなかったゲームが家でもできるとあって、発売当初から大人気商品となりました。またファミコン発売からおよそ2年後の1985年にはスーパーマリオブラザーズが発売されると、人気は一気に加速し、ファミコンは全国的なブームとなっていきました。家庭用ゲーム機ファミリーコンピュータが発売された7月15日はファミコンの日として記念日に制定されています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。